男？そんなに女がダメなんだ。1年7組加納宗太郎くん面白い特技持ってるみたいだね見てもらえますか？特別気合い入れますから目をそらさないでください。目をそらさないでください。薄井拓海、あなたは鮎沢美咲を嫌いになります。なんてね。遊ぶ相手よく見ろよ、カノ。カノ、お前女嫌いなんだってな。それが理由で私を陥れようとしたわけだ。私が会長で亡くなったら聖火に女子は増えない、そう思ったんだ。私は絶対に会長を降りない、女子も増やす。それが共学校になった聖火の歩むべき方向だと思うからだ。不自由があるならできる限り改善する。それも会長の仕事だ。何でも言ってみろ。わかりました。あれ何の話してたんだっけ。会長、僕が言うのも変ですが、自分が催眠誘導されやすいこと自覚した方がいいですよ。会長は薄井先輩のことが大嫌いになります。今から24時間後、明日の17時までに一睡でもすれば次に目覚めた時、この世で一番嫌いになっています。最強タッグは解消ですね。薄井、どこまでついてくる気だ。どこまでも。気づいてるかお前、相当気持ち悪いぞ。いつにも増して可能のやつ、なんでこんな催眠術かけたんだろうな。薄井のことを嫌いになるなんて、もともと嫌いだから意味がなさすぎて不可解だ。でも可能の目にはそう映らなかったんだろう。分かった、あいつの目は節穴なんだな。薄井、もう一度聞く、どこまでついてくる気だ。だからどこまでも。よし、ちょっと待て、今警察呼ぶから。チェーケッチー、もう気が済んだろ、帰れよ。今日のことは完全に私の不注意だ。一晩かけて反省するから邪魔するな。さすがだな。もしもし。あ、俺だよ、俺は。さて、明日の予習をするか。俺詐欺なら間に合ってます。ひどいな、ミサちゃん、分かってるくせに。どうして私の番号を知ってる。愛さや、切るぞ。何回目だと思ってる。さあ、20回目くらいかな。22回目だ、ストーカーが。勉強に集中できんだろうが。勉強ばっかしてたら眠くなっちゃう。一晩徹夜するくらい私にとっちゃ余裕だっつの。だいたいお前のことなんか最初から嫌いなんだから。好きだよ。鮎沢は俺のことが好きだ。なんだあいつ、絶対バカだ。嫌いね。誰があんなバカ。ただ自分の思い通りに他人を操ろうとしている可能に絶対屈したくないから。おはよう会長。今日は昼から雨なんだって。あいあい傘できるね。うすい、朝っぱらから人んちの長官勝手に呼ぶな。だって暇だったんだもん。お前もしかして一晩中。お姉ちゃん、ご飯できたよ。ほら、今日のステラカ君面白いじゃん。ステラカ君に生き別れの弟が。あ、朝ご飯はしっかり食べようと。うん、食ってないんだろ。次からはマジで警察呼ぶからな。腰ポン。これ賞味期限切れてるよ。文句あるなら食うな。やっぱり振っちゃいましたね。くそ、なんか目がかすむな。
徹夜のせいか。疲れ目ですか？サプリメントいります？サプリメント？結構効きますよ、ブルーベリー。僕、こういうの手放せなくって。あれ？教室に忘れたかもです。本当に手放せないんだな。行ってこい。はい。雪村って健康オタクっぽいよね。そうだな。で、本当にまだ眠くないの？しつこいな、余裕だと言ってるだろ。よかった、あったあった。あの、はい、何ですか？あれ、それって噛むもんじゃないの？ブルーベリー味のタブレット菓子みたいなもんでしょ？そうなのか？ちょっとパッケージ見せて、雪村。あ、はい、これです。雪村、これ何の箱に見える？ブルーベリーのサプリメント。お前、これ取りに行った時、フードかぶったメガネの男に会った。あれ、なんで知ってるんですか？まさか。会長、この鎮痛剤、どんな副作用があるか知ってる？可能、もう許さん。あと1時間切ったね。くそ、なんだってこんなに眠いんだ。そりゃ普段全然薬なんて飲まないからじゃない？当然だ、薬は高いんだぞ。そんなもの買うくらいなら自力で治すわ。仕事薄い、一つ頼みがあるんだが、殴ってくれないか。お前に殴られたら、その怒りと憎しみで眠気なんか一気に吹き飛ぶと思うんだ。その代わり私にも一発殴らせてくれ。すっきりしてさらに元気アップだ。いつにも増して理不尽だね、鮎沢会長。俺に会長が殴れるわけないでしょ。会長ってさ、いつも一人で自爆してるよね。昨日だって行くなら俺のこと待ってればよかったのに。なんで可能と話をするのに、お前を待たなきゃならないんだよ。催眠術ってさ、受ける側が相手を信用しない限り効き目なんてないんだよ。だから俺は操られるなんてありえないんだけど、会長は。俺、鮎沢にだけは嫌われたくないな。またそんなことばっか。からかいやがって、ムカつくな。でもちょっとは感謝してるのに、そういう気持ちも忘れてしまうのかな。体育祭の時の分と、雅ヶ丘の時、あと学園祭の分も、まだちゃんとお前に礼を返してないのに。いいよ、礼なんてなくたって、また何度でも助けに来るし、何度だって俺のこと好きにならせてあげるから、ご主人様に任せなさい。何よ、バカなこと。23時間55分。鮎沢にだけは嫌われたくないな。23時間55分。残りわずか5分でしたが、どうやら僕の勝ちですね。会長を守るナイトの役目は、もう降りた方がいいですよ。本気で嫌われたら、そんな遊びもつまらなくなってしまう。カノー、俺と本気で遊んでみるか。無駄ですよ、今さら僕を脅したって。会長はもう眠ってしまった。目覚めた時には。誰が眠ってるって。あんな薄いの変態アホセリフ聞いたら、だんだんイライラしてきて、眠ってなんかいられないっつーの。カノ、ここまでやられたら、なぜお前が女嫌いなのかもう知ったこっちゃない。お前にはとっておきのお仕置きをくれてやる。力仕事とか出てくるだろうし、他の男子たちの協力はあまり期待できないから、こいつを使って。1年の加納宗太郎くんだ。訳あって今は生徒会の雑用係をしている。へえ、加納くんって言うんだ。いつもフードかぶってるよね。1年生だったんだ。
よろしくね、カノー君。よろしく。よろしくお願いします。じゃあとにかく人集めに。